で、二次元データの保管をしてみようということで、まあ、このグラフになるような、二次元データの X 座標と Y 座標がそれぞれ指定されていてデータがあると。で、そういうやつを使って、いろいろ流しを出してみます。シースプラインすることの保管と。これは結局結論。で、それをやってやると、任意の H と D のところで、この保管ができると。んで、こういうのをやるときには、まず最初、元々のデータをプロットしてみると。じゃあ、データの形を見てみるのが一番目と。で、二番目として、それを保管すると。で、Y 軸方向か X 軸方向でそれを保管をすると。そして3番目に、自分の思っている X と Y の値でその値を、調べると。で、最後に、ステップの4として、C スプライムを使って、保管関数で保管値を決定するということになっていきます。で、まあ見ていくと、結局はこういうことです。青の点の答えの中から自分の星に、X 座標も Y 座標も特定なところの、保管のやつと保管のやつを作っていって、両方の保管の真ん中の保管のこの緑の点を求めるということになります。したがって、この緑の点が求めたい、二次元空間上の保管値ということになりました。ところで、このフェイルを見てみると、二次元の保管のケースとして、とあるデータがあったら、その中から、まずソーティングしておくというのが大前提ですけど、まあ、ソーティングしておいて、シースプラインを使うと。で、それを保管するというような説明がちゃんとヘルプにあります。というんで、それをやってやると、こんな感じで保管できると。もともとのデータはこんな感じです。こんな感じですので、保管してやると、こうやって細かくなるということです。ちなみに、こいつの MZ というやつを、もうちょっと違うやつに書いてやると、こんな感じです。これもともとのデータで、それを保管したやつがこれということになります。当然、この L の数を変えてやると、保管の間隔も変わるので、例えば文字で戻してやって、このやつですけども、これを減らしてやると、こんな感じの保管というんで、どんだけ細かく保管するかというやつは、ここを調整してやれば、一挙に保管が細かくできるであります。そうすると、この中でまた最大値と大最小値みたいなことになってきます。さらに、一次元の場合、アップサンプリングということで、同じような関数を使って一次元のやつを、これがリニアの場合で、これが C スプラインの場合ですけども、これも、もちろんこの数を減らしてやると、こいつを3倍に一般したか、単純に一般するようになってくるので、300の関すると、まあ、もっと細かくなってしまいますけど、各範囲をちゃんと決めておかないといけないので、リニアの場合も、シースプラインの場合も、もともとはこの一次元でしっかり使い方をマスターするといいと思います。はい、以上です。